ロビン・ギブは、マンシマ出身のシンガーソングライターである。二人の兄弟と結成した b g s のメンバーとして知られている。彼ら三人は、イギリス人の両親の下で生まれ、オーストラリアでデビューし、イングランドに戻ってから成功した。b g s は1億枚以上レコードが売れた、世界で最も成功したポップグループの一つである。ロビンは、マンシマで、父ヒュー・ギブと母、 バーブラの下で生を受け、モーリス・ギブと双子だった。なお、モーリスより35分先に生まれた。ロビンは5人兄弟で、一人の姉と3人の兄弟が、いる。家族と共に1958年には、オーストラリアのブリスベンに移ってから、彼らの音楽キャリアがスタートした。1967年に、イングランドへ戻って、ロバート・スティグウッドに見出され、 彼らの音楽活動は成功した。ロビンは1960年代後半の BG's 第1期黄金期では常に兄バリー・ギブとリードボーカルの役割を競っていた。そして彼の曲、ランプライトがバリーの曲、若葉の頃の B 面に追いやられた後、ロビンはグループを去り、ソロキャリアを開始した。ソロ活動では最初に出したシングル、救いの鐘がイギリスで、 最高2位を記録する成功を収めたが、アルバム、救いの鐘は、セールスではあまり成功しなかった。その後、BEGs に復帰して1970年に出したシングル、ロンリー,デー・デイズは彼らにとって、アメリカで最高順位を記録したヒットとなった。翌年に出したシングル、昇進の日々は、アメリカで最高1位を記録したが、その後彼らの勢いは弱まり始めた。 1974年にアリフ・マーディンよりプロデュースを受け、ブルーアイドソウルスタイルへ転換したことで、1970年代後半のディスコ時代による彼らの大成功時代へつながった。コンセプトアルバムセサミストリートフィーバーでロビンはタイトルトラック多数曲をセサミストリートのパペットたちと歌った。グループで活動している間もロビンはソロ活動を進めていた。 1980年代には3つのソロアルバムを発表しヨーロッパで成功を収めた。1984年に発売したシングル恋するボーイズはビルボードトップ40にチャートインした。彼の双子の兄弟、モーリスの旧市と同じ州である2003年1月27日にロビンの次のソロアルバムマグネットをドイツで発売した。モーリスの死を受け、 ロビンとバリーはしばらく BGs を解散することにした。しかし、2009年後半になって、ロビンとバリーは BGs を再結成すると発表した。ロビンはイギリスのテレビ番組ザダメエドナトリートメントのオープニングテーマを歌った。2008年5月18日、ロビンはオーストラリアの DJ であるアラン・フリーマンのトリビュート曲アラン・フリーマン・デイズを発表した。この曲は ダウンロード販売のみだった。同年12月、ウィング &A プレイヤーもダウンロード販売のみでリリースされたが、この曲は1970年にリリース予定だったがリリースされなかった曲、シング・スローリー・シスターズのメロディーだった。一週間後、またダウンロード販売で曲、エレン・バナンを出した。2008年にリリース予定だったソロアルバム、50ストリート・キャサリン。 S, S ドライブはリリースされなかった。2009年8月にそのアルバムからの50秒のクリップインスタントラブが発表された。それは彼の息子ロビン・ジョンとの共演だった。その後、ロビンの死から2年経った2014年にリリースされた。2003年8月にリリース予定だったシングルマイ・ラバーズ・プレイヤーはロビンとゴンヤ、モリス、ランス・バスの共演だったが、 ラジオでオンエアされたのみで実際はリリースされなかった。しかし2004年1月に同じ曲をロビンとアリスター・グリフィンが共演したバージョンがリリースされ、そちらは前衛シングルチャートで最高思いを記録した。2005年1月、ロビンは兄、バリーやその他のアーティストとともにワンワールドプロジェクトという名のプロジェクトに参加した。このプロジェクトは アジアの津波被害を救済するための事前シングル、グリーフ・ネバー・グローズ・オールドをリリースした。なお、このプロジェクトには、ボーイ・ジョージ、スティーブ・ウィン・ウッド、ジョン・アンダーソン、リック・ウェイクマン、クリフ・リチャード、ビル・ワイマン、アメリカ、ケニー・ジョーンズ、シカゴ、ブライアン・ウィルソン、ラッセル・ワトソンとデービー・スピラーンが参加した。2005年6月、 ロビンはロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで行われた X ファクターのコンサートで G4 と共に BGs の若葉の頃を演奏した。このパフォーマンスは録音され G4 フィーチャリングロビン・ギブ名義で2005年12月にシングルとして販売された。このトラックは全英アルバムチャートで最高6位を記録するアルバム G4&Friends にも収録された。 2006年11月にロビンが出したクリスマスアルバムロビン・ギブ・マイ・フェイバリット・キャロルズはロンドンの楽団ザ・サーロー・コンソートとのコラボレーションだった。このアルバムにはロビンが書いた新曲マザ・ー・オブ・ラブが含まれており、この曲はダウンロードシングルとしてヨーロッパで発売された。この曲は2003年1月に亡くなった双子の弟、モーリス・ギブにインスパイアされたもので、 その売り上げはブラウマク・マリスに寄付された。2009年1月、ラス・ジョーンズとロブ・ブライドン、そしてトム・ジョーンズとロビンが共演した曲、アイランズ・イン・ザ・ストリームが発売され、全英シングルチャート1位に輝いた。このシングルは、BBC のコメディ番組、ギャビンステーシーが企画したチャリティシングルだった。2004年後半、ロビンはドイツ、ロシア、アジアで、 ソロツアーを開催した。そして、ドイツでのライブは CDDVD としてリリースされた。ツアーは2005年にラテンアメリカツアーまで続いた。2006年2月、ロビンはアニバリーとフロリダのハリウッドでチャリティコンサートを開催した。これは弟モーリスが亡くなった後の初めての兄弟の共演だった。2006年3月、彼は上海とポルトガルで ソロコンサートを開催することをアナウンスした。2006年5月、アニバリーと共に、ロンドン島で、プリンセズ・トラストの30周年記念コンサートに出演した。2006年9月には、ロビンは、ミス・ワールドのファイナルで、ステイン・アライブを演奏した。2006年11月、フィリピンのマニラのアラネタ・コロシアムで、ソロコンサートを行った。ロビンは2007年に、 出身地である、マンシマティーテ TT フェスティバルで外線コンサートを開いた。この売り上げはすべて、満島の病院の子供たちのために寄付された。2007年9月8日、ロビンはソルトレークシティで BEGs のヒット曲を歌った。2007年10月25日、ロビンはブルガリアのソフィアで BEGs のヒット曲を歌った。2008年10月25日、 サタゲーナイトフィーバー30周年記念にスペシャルゲストとして出演し、ローナン・キーティング、スティーブン・ゲートリーラと共演した。1968年、ロビンはロバート・スティグーとの秘書モリー・ハリスと結婚した。二人は49人の犠牲者を出したヒザークリーン鉄道事故に遭遇したが生き残った。彼らには二人の子供がいた。しかし、 ロビンはアメリカで活動し続け妻はイギリスに残っていたこともあり、1980年に離婚した。ロビンの二人目の妻ドアイナは作家かつ芸術家で、ブラウマク・マリスの支持者である。二人の間には息子ロビン・ジョンがいる。彼女は季節により、マンシマ、マイアミ、オックスフォードシャーに移り過ごしている。2010年10月、ベルギーでのコンサート中に腹部に激痛を覚えて、 病院に運ばれ、腸閉塞と診断され、手術を受けた。これは2003年に亡くなった、モーリスの死因となった病気である。その後は、体調が回復し、コンサート活動を再開していたが、2011年4月に、再び腹部に痛みが生じたため、ブラジル公演の中止を余儀なくされた。2011年10月に病気が、血腸がんであることが明らかになり、 2012年1月にはがんが肝臓に転移していることが伝えられた。ロビンは治療を受けながら仕事を続け、ロビン・ジョンと共にタイタニック号沈没100周年を記念した初のクラシック作品タイタニックレクイエムを制作した。当時のインタビューでロビンは準備で気が紛れたおかげでこの病気から助かるかもしれないと心から思えるようになったと語り、 2012年2月初めには、がんから目覚ましく回復したと宣言した。しかし、2012年4月10日に、ロンドンで開催された、タイタニックレクイエムの初演コンサートには、ロビンの姿はなかった。2012年4月14日、ロビンは肺炎を発症して、ロンドン市内チェルシーの病院に入院していることが明らかになった。ロビンジョンによると、家族と兄のバリーが見守る中、 ロビンは昏睡状態に陥っているという。2012年4月21日にはロビンが昏睡状態から冷め、ドアイナがロイ・オービソンのヒット曲、クライングを演奏すると大声を上げたことなどが報じられたが、2012年5月20日に死去した。62歳没。1994年、ロビンはソングライターの殿堂を入りをした。2002年、兄弟と共に、 大英帝国勲章を受賞した。2004年5月、ロビンとバリーは、マンチェスター大学より、ドクトル・オブ・ミュージックの名誉学位を得た。2009年10月、ロビンとバリーはダグラスで、フリーマン・オブ・ザ・ボローの称号を得た。この称号は、すでに亡くなったモーリスにも授けられたため、彼ら3兄弟は揃って、出生の町で栄誉に良くすることとなった。キム・サマーズ・アル・ミューズ・イック、 ロビン・ギブ・オーバービュー。2012年6月29日閲覧。ABC ・チャーター,アーカイブロビン・ギブ。2012年6月29日閲覧。マールズ・ヨゼフ・ザ・ブック・オブ・ゴールデン・ディスクズ・ロンドン・バリージェンキンス・リミテッド・ P259 ・ ISBN0 から214205126・エクストラ・11・04・ザ・ビージーズ ナンバーワン2 0 1 0年7月8日閲覧。ザ・ビージーズ、ビューザ・ミュージック・アーティスト・バイオグラフィー・オンライン。vh1.com。2010年7月8日閲覧。ロビン・ギブ・リリーシズ・シングルス。w i ン g a プレイヤー。2008年12月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年7月8日閲覧。ロビン・ギブ・リリーシズ・シングルス。エレン・バナン。 ホームカミングミックス。2010年7月8日閲覧。インスタントラブ AB。チャーターカイブリステアグリフィン。2012年7月2日閲覧。チャーターカイブ G4G4& フレンズ。2012年7月2日閲覧。ブルックフスー。瞑想を競技する団体。 http://www.bkwsu.org スラッシュインデックス html, j a z, ランゲージイコール ja2 人とも、BBC のコメディ番組、ギャビンステーシーの出演者 AB。ab, チャーターカイブ、ジェンキンス、ウエスト、ジョーンズ、ギブ。2012年7月2日閲覧。ポールセクストン、U2、コミック。 リリーフトップ UK チャーツ、ビルボード .com。2010年7月9日閲覧。イギリス皇太子によって設立された、事前団体、ピールベイフェスティバル、アイローブマン。2010年7月9日閲覧。ザ・ピー・エム・エス・ワイフ・ザ・ドルイド・プリーステス・ザ・ノー・セックス・グル。2010年7月9日閲覧。BG's スター・ロビン・ギブ・アックス。 ストリングオブブラジルライブデイツアフタービーイングラッシュと、ツーホスピタルメールオンライン2012年4月17日、閲覧、ロビン・イブ、エス・コーマ、レイテスト・ハート・ブレイク4・フォー、BG ・ファミリー ABC ニュース2012年4月17日。 閲覧 f,or,mer,be,eg,er,ob,ing,ib,g,ra,v,ly,il,lin,lon,don,hospit,altime.com2012、e、年4月15日閲覧 BGs のロビンさんが昏睡状態アフトブニュース2012年4月16日閲覧 BGs シンガーロビンギブウェイクスフロムコーマ BBC ニュース2012年4月22日、閲覧。BG ロビン・ギブデッド・アット 62ABC ニュース2012年5月21日閲覧。ソングライターズ・ホール・オブ・フェームウェブサイト。2010年7月9日閲覧。バリー、ロビアンド・モーリス、エッサン・アダン・ギシベド・ザ・ CBE アワード。2010年7月17日閲覧。その地の名誉を高めるような働きをしたものに。 送られる称号、ありがとうございます。